皆さんこんにちは。今季オフに FA 宣言をしていた西武ライオンズの山川穂高選手、12月19日にソフトバンクが獲得をついに正式に発表、涙の会見を行いました。しかしこの会見は有料となるソフトバンクホークスの公式ホームページでのみ行われており、どこか守りの姿勢が感じられました。というのも山川穂高選手のソフトバンク移籍は野球協定違反となるタンパリングではないのかという声が今日に至るまで多数上がっている状態でした。そういった背景があったため、他球団ファンが見ることの少ないであろう有料公式ホームページでのみ配信を行うというのが、タンパリングに関して疑念を抱いている人たちを強行突破しているように見えるわけですね。そこで今回は本当にタンパリングはあったのかについて徹底的に見ていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。 FA 宣言してから1ヶ月全く音沙汰なしな状態が続いていた山川選手ですが、先日12月14日にソフトバンクホークスが西武から国内 FA 権を行使した山川穂高選手との入団交渉で大筋合意したことが13日分かったと複数のメディアから報じられました。この日ソフトバンク側と山川選手の代理人が交渉を行った模様で、条件は出来高ごみの4年総額20億円とされています。メディアによっては12、16億円とも。この日球団はペーペードームで大関選手ら5選手の契約公開交渉を行いましたが、水面下で山川選手の代理人とも接触、出来高ごみの4年総額20億円の条件で FA 加入することが大筋合意に達していたことが分かりました。かねてから移籍は確実とされてきましたが、12月19日に正式にソフトバンク山川が誕生しました。山川選手は3月の WBC で世界一メンバーになりましたが、5月に強制性交容疑で書類送検され、8月末に嫌疑不十分で不起訴処分になりました。それでも西武は9月に入り公式戦出場停止処分を通達。山川選手は非公式戦の宮崎フェニックスリーグに出場しましたが、処分はまだ解除されていません。今季は1軍出場17試合のみで、その状況下で11月14日に FA 権行使を表明していました。 FA 宣言時、球団を通じたコメントでは、 FA 宣言が持つ選手の権利として定められた制度という理解を超え、これまで聞くことがなかった声をお聞かせいただくことで自分自身を戒めることとなるのではないかとも考えました、と FA 宣言理由を発表しています。一方でライオンズに居続けることがファンの皆様、球団の皆様に対する感謝の形、謝罪の形という言葉から残留の可能性も否定はしませんでしたが、西武からは今季年俸2億7000万円から大幅ダウンでの1年契約を提示されており、しかも謹慎解除も未定という条件を出されており、 FA 権を行使したと考えられます。一方で西武の渡辺 GM は山川選手について、全然あるよ、宣言残留はとの見解を示し、12月5日にチーム内の選手背番号の変更が行われるも、3は残したまま山川選手の出戻りを迎え入れる用意は万全といった様子を見せていました。しかしそこから音沙汰なしの状況が続いていましたが、予想通りと言うべきか、ホークス入りを決断、ホークス山川が爆誕しました。さてこの山川選手の移籍について、一部からタンパリングなのではという声が上がってます。そもそもタンパリングとは何なのでしょうか。簡単に言うと事前交渉のことで、各球団には選手の保有権を有しており、この保有権を有している選手と他球団が交渉してはいけないというルールになります。他球団の選手と接触、交渉するには保留選手として公示された保有権から外れた選手のみとなっています。これがなければ選手を引き抜き放題ですし、野球に限らずどのプロスポーツの世界にもあるルールでもあります。ですが山川選手を獲得したホークスはそのルールを破ってるというファンからの声が上がっているのです。一体なぜなのでしょうか。それは不祥事を起こしていたのにホークス側が獲得の意思を示していたからというものです。要は事前に獲得に動くと言われていたのではと噂されているわけですね。いくら実績のある選手とはいえ、今季の山川選手は不祥事でほとんど試合に出ていません。不起訴にはなりましたが、トラブルに発展する、不倫がきっかけに問題に発展しているので、山川選手に罪がないわけではありませんし、結果的に西武側からすれば
大きな損失を食らっています。しかもチーム内では謹慎中。そんな選手が FA しますと言っても普通他の球団は獲得に動きません。 FA するとなれば自由契約になるため、西武側は宣言残留自体は認めていましたが、球団によっては残留を認めない場所もあるので、他に行くあてがないのに宣言するのはかなりリスキーではあります。しかも不祥事を起こしている選手がやるならなおさらです。それでも宣言したのは、事前にホークスが山川選手の獲得に動くという話があったからなのでは、つまり事前交渉があったからなのではと言われているわけです。実際どうなのでしょうか。まずこの事前交渉について、とある元 NPB 球団監督は、 FA 交渉はルールではオフの一定の期間内に FA 宣言した後 FA 公示され、その翌日から旧所属以外の球団との交渉が解禁になる。ただ制度導入以降、これを厳格に守った球団はどれほどあっただろうか。大抵の場合は公示のずっと前から FA 選手サイドに何らかの形で少なくとも獲得の意思があることを伝えているもの、交渉前に条件面を提示していたこともあっただろう。選手が交渉後に古巣球団やファンへの配慮から移籍か残留かを熟考したように見せても、実は出来レースだったという例は少なくない。宣言残留は別にし FA となり、どの球団も手を挙げなかったでは選手は宣言できないからと語っており、公然の秘密となっていることを明かしています。一方で元監督は、度が過ぎたタンパリングは良くないが、 FA 移籍を活性化させるため弾力運用することは現実的には仕方ないことではないかとも触れており、ある程度は仕方ないという見解も見せています。他にも事前交渉を疑われる内容があり、昨年のオールスターの練習中の生中継している際、選手同士の会話でソフトバンク入りが規定路線であるかのような話が出ており、それですでに話がついているのではと言われたりしていました。もっとも山川選手がその選手にホークスに行けたら行きたいですと単純に相談しているか、ただの雑談で言っていて、その選手が話したとも考えられますけどね。さて話を戻すと、この山川選手の移籍はタンパリングに該当すると指摘されていますが、一体どうなのでしょうか。まあ戦術した元監督の話が事実なら該当することにはなるかもしれませんが、出ている情報だけ見ると該当はしない、まあグレーって感じだと思います。さすがに球団関係者と選手が直々に事前交渉することはあまりないようですが、球団が他のスタッフ編成担当などを使って情報を集めたり、選手も意中の球団が自分を欲しがっているのか確認のためにスタッフや関係者から話を聞くといいます。つまり球団お抱えの人間と選手側がさりげなく会話して移籍を促すということはあるようです。こういった接触が山川選手にあったのかどうかでタンパリングに該当するかしないかが変わります。ちなみにこの接触するという話は、過去の事例でいくと、これはある西武担当の記者が暴露していたのですが、2019年には西武の戸亀選手が FA するかどうかの話がありました。その際に西武の担当記者にある球団編成から電話があったそうです。そして戸亀選手の去就を探りを入れたそうですが、記者は表に出ている情報だけを提示、複数年契約を欲しがってるなどすると、編成担当は突如電話越しに条件提示を始めたというのです。うちに来れば万円くらいの年俸を出すことができる、インセンティブをつければ今の年俸より条件も良くなるはずだ、起用法としては先発として考えている、うちでは先発の 5,6 番手を争う扱いになると思うけど、1年間ローテーションで回ってほしい、悪くない話だと思うんだよな、ちょっと様子を見て戸亀にこんな話があると聞いてみてくれないと、これで連絡を受けた記者が編成担当もしくは戸亀選手に加担すればタンパリングに該当します。もし今回これと同じ流れで山川選手に話が行っていたらアウトになります。ただ基本的には記者を使って公に情報を出すことで知らせるという方法が主流となっており、山川選手もそれを見て動いている可能性も否定できません。いわゆる獲得調査と言われるもので、これはその球団が選手を欲していると宣言する意味があります。よく FA 宣言した選手や戦力外になった選手が獲得調査してると出ますよね、あれは獲得する気ありますよという宣言になります。これなら問題ありませんし、山川選手の場合も事前からこのような話が多く出ていました。
だから宣言したのかもしれません。とはいえ、やりすぎても話は変わるようで、過去の話では2010年にオリックスの後藤光隆選手が国内 FA 権を取得すると、楽天の星野監督がフェニックスリーグ期間という FA 期間でない時期に紙面上で獲得調査という報道を乱立したんです。これには当時オリックスの岡田監督も、なんで後藤の名前ばっかり出るんよ、ほんまやったらタンパリングやって怒らなあかん、新聞市場で交渉してるのと一緒よ、今はうちんとこの選手やでと激怒、まだ宣言するかもわからんし、その時期とちゃうのになぁと敏感に反応を示しました。交渉期間でないのに紙面でアピールして関心を引かせるという手法を使うのは一応アウトではないようですが、問題にはなるでしょうし、かなりグレーと言えます。本来ならタンパリングに該当するレベルと言えるでしょう。ちなみに後藤選手はこの年 FA を行使して残留しましたが、後にトレードで楽天に移籍しています。このように多くがこのパターンのようですが、内部までは分かりませんが、山川選手の場合は一応タンパリングに該当は今の情報ではないと言えます。とはいえ、以前からそういう話が出ていたとなれば疑われるのも仕方ないですし、実際に話があった可能性も否定はできません。おそらくこの疑問は一生消えないでしょう。西武ファンはもちろん、ホークスファン、そして他球団のファンも見ていて、モヤモヤが残ってしまう FA となってしまった山川選手、果たして受け入れられる日は来るのでしょうか。来季以降の活躍に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。